商品レビュー専門。i イセレクターの提供です。iPhone 使っててちょっと困ること。充電ケーブルですね。ちょうどいい長さのものがない。そう悩んでる人いるんじゃないですかね。標準でついてくる1メーターぐらいのもの。ちょっと短い。あ、だったら長いの。3メートル。それはちょっと長い。2メーターが欲しい。今回 i イセレクターから提供いただきました。ライトニングケーブル。これ2メートルですね。ちょうどこう折り返して1メートル。この長さちょうどいいですね。あの、車で使う場合、 運転席、助手席だと、ちょっと余るぐらい。後部座席だったら、コンパクトか、2000cc ぐらいの車だったら、なんとか使えそうですね。まあ、座席でこうやって使うのはできないですけど、ちょっと前のめりになれば使えるかな。だから2メートル。私おすすめですね。ちょうどいい長さ。自宅でも使えるし、車の中でも使える。こう束ねれば邪魔にならないですからね。まあ、機能というか、電源挿して、そして充電。うん。 ちゃんと MFI 認証ですね。だから iOS バージョンアップしても使えます。まあ、私、まあ、これおすすめというより、絶対守ってもらいたいんですけど、iPhone の充電ケーブル買う場合、MFI 認証品必ず買ってください。確かに、付いてないものって激安なんですよね。でも iOS がバージョンアップしたら使えない。安いから使えなくてもいいだろう。まあ、そういう考えじゃなくて、今ケーブルがあるのに、あれ充電できないよ。そっちのリスクの方が大きいんですよね。だから、 MFI 認証品買っとけば、そういう問題ないです。ケーブルの値段より、あ、今充電ない。でも車の中で充電できる。USB のポートがあるから充電できる。でも手持ちのケーブルで充電できない。そういうのが、MFI 認証品だったらないですからね。まあ、細かいところ。まあ、素材。これシルバーの布張りですね。ナイロン製、非常に頑丈です。 まあちょっと太くて、軽く癖がつきますね。それとコネクターボディの部分は金属。両方とも金属ですね。ただちょっと大きめ。二回りぐらい大きいですね。ですので、バンパーケース、干渉する可能性があります。これは気をつけてください。まあ、金属製で、こうガードがあるから、まあ、仕方ないですけどね。でも質感はありますね。それと頑丈ですね。 布割りだから、まあ、ちょっと汚れのつくところでは使いたくないですけど、非常に耐久性は高いです。あと人の集まる場所で使う場合、ライトニングケーブル、みんな白だから、どれが誰のだかわからなくなる。かと言って、ピンクとかそういう色もちょっと嫌だな。そう思ってる人は、ちょっと落ち着いた、グレードいりかシルバー。 これだったら目立ちますね。目立つけど目立たないってなんか、反対のこと言ってるだろうって言われますけど、まあなんだろ、うそんな感じですよ。白より目立つけど、全体的な色からは目立たない。そういうシルバーですね。落ち着いたデザイン。そしてさらに人とは違う。そしてちょっと長い2メートル。そういうケーブルを求めてる人。ぜひアイセレクターのライトニングケーブル、手に入れてみてください。商品レビュー専門でした。